ジャイアンツのゲームを解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはバファローズの先発金子が、西さん、一番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるようなそんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね。落ちる球できました。改めてお聞きします。バッターボックスのクロマティ、どういうバッターなんでしょうか？いや、いいバッターですよ。難しいボールでも長打にできる楽しいバッターですね。そうですか。バッターは2番に入っている山田。金子、まずは先頭バッターを打ち取っています。ストライク。高めの球打ちに来ました。次が3球目。いいボールですね。インローのストレート、力のあるボールです。ワンボールツーストライクを追い込みました。打った。さあ、そしてバッターボックスには柳田が入っています。さあ、一打先制のチャンス。ここはぜひとも先制して試合を優位に進めたいですよね。なるほど、そうですね。バッター丸、ツーアウトになっています。最初は変化球できました。2球目は何で来るか。バッターよく見ました。3球目は何で来るか。インコース決まった。ワンボールツーストライク。さあ、これからジャイアンツが守備につきます。坂本が打席に入ります。まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。さあ、まず1球目、初球ボール。ここは狙いを決めてそれだけを打っていく感じですね。なるほど。さあ、バッターは何を打ちました。バッターは2番に入っている吉田。大野、まずは先頭バッターを打ち取っています。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。スピードボールを持っています。決めてますよね。アウトローの変化球、キレがあります。打ちました。バッターは3番鈴木。ツーアウトランナーありません。インサイドに送っています。スピードボールを持っています。2球目打ちました。バッターは DH 柳田。ヒットでランナーを一塁に置いています。これが1球目。初球はボールになりました。ランナーに神経を使いながらの投球になります。西さん、ここは盗塁はないと見ていいんでしょうか？そうですね、バッターのために走るなら早めがいいというのは。打ちました。2回になります。ジャイアンツの攻撃、打順は6番浅村。ジャイアンツリードで迎える最終回です。初球ボール、インサイド落ちました。強い打球、オールボール。打ちました。バッ
ッターは7番に入っている筒香。金子、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました。ストライクです。いいところに決まってますよね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。ノーボール2ストライクです。打ちました。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている小林。ツーアウトランナーありません。これが初球。最初は変化球できました。これが2球目。インサイド落ちました。オリックスバファローズ最後の攻撃になります。バッターボックスは5番中村。ジャイアンツリードで迎える最終回です。ここでジャイアンツ守備を変えてきました。インコース打ちました。いい当たり。6番丸大野、まずは先頭バッターを打ち取っています。さあ初球は何か。初球わずかに外れてボール。スピードボールを持っています。いいまっすぐですよね。はい、ストレートが決まっています。いいコースでしたけどね。はい、インコースわずかに外れてボール。コーナーギリギリに決めましたね。はい、変化球が決まっています。2ボール2ストライクです。インサイド落ちました。変化球空振り。バッターは7番に入っている山田。2アウトランナーありません。インサイド落ちました。打ちました。さあ3球目は何か。見逃し三振。試合終了。今日は見事な完封で白星を挙げました。ジャイアンツが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。さあ見事な無四球完封勝利となりました。リリーフを仰ぐことが主流になっている中での無四球完封ですから、これはもう相当評価されるものかと思います。勝ったジャイアンツ、接戦をものにしました。一方のオリックスバファローズですが、痛い敗戦となってしまいました。